おはようございます。ミスター M さん、そして動画をご覧の皆様、速稼塾の久保でございます。いや、今回の動画いいじゃないですか。音量も結構ね、一定してましたし、それから動画の内容分かりやすいですね。やっぱこうミスター M さんのって、こっちとこっちにいい例悪い例って出てるんで、すごく分かりやすいんですよ。そしてもう一つ興味深いのが、今日から30日連続で始めますってことでね、これ動画を見てる方で、私もそうですけども、中年の男性でちょっとね、お腹周りが気になる方とか、一緒にトライしてみたらどうかなと思うんですよ。ミスター M さんの持ってるやつには及ばないんですけども、こういう風なね2000円ぐらいで買えるのもありますんで、こういうので一緒にミスター M さんとやってみるというのがおすすめかなと思います。で、今回ミスター M さんの動画、本当にね、もう言うことないですね。この動画シリーズぜひね、続けていただきたいのと、それからまあ欲を言えばですね、このダイエットって筋肉を鍛えるのも一つなんですけども、食事をどうするかってところが多くのダイエットキラーなんですよね。ダイエットキラーって何のことか分かんないですけども、ダイエットに挑戦する中年男性が一番悩ましいのが、まあ飲み会ビール飲んじゃったりね、それから食べ過ぎちゃったりとかっていうのが止まんないんですよ。で、食事を制限するのが1日目、2日目、3日目とは続くんですけども、その反動で4日目、もう食べちゃえみたいな感じで止めどもなくやっていくっていう形なんですよね。だから一つの考え方としては、食べてもいいけども、食べた分だけ余計に動かないとっていうふうに決めていくのか、それとも運動量が変わらないから食べる量はちょっとね、抑えていって、その代わりお水をね、ミネラルウォーターを飲むと、これはね、減量効果が出るそうなんですよ。だからその辺のミスター M さんなりのちょっと食事に気をつけてるところが1点かね、2点あったら、今度ね、添えていただくとすごくいいんではないかなと思います。でも確かに難しいと思うんですよ。なんかね、今までの食生活を我慢して、そして筋トレっていう風なね、筋トレもはっきり言って体に負荷がかかるじゃないですか。で、食事を我慢するっていうのも精神的に負荷がかかりますよね。だからこの2つをどう切り抜けていくかっていうのが課題になりますけども、逆に言うとですね、この2つを攻略するとかなりダイエットは見えてくるんですよ。特に今回の30日チャレンジは30日で一旦終わりですから、30日の結果をとりあえず出そうと、その後のリバウンドとかなんとかもう関係ないから、30日まずやってみようと。で、30日ができるようになったら、今度はそれを60日とか90日の新たなるチャレンジに変えていこうみたいな感じでね、考えていけばいいのかなと私は思いますけども、今回ミスター M さんの動画、改めて申し上げますけども、音声そして動画の内容ともにすごく分かりやすくてよかったです。で、欲を言えば食事のことをね、ちょっと1点か2点入れていただければすごくいいかなと思いますけども、ぜひね、このまんま30日ミスター M さん自身これは継続していただいて、あ、自分でも痩せれるかもしれないっていうふうな、ね、希望を我々中年男性に与えていただきたいなと思います。それからですね、この動画をご覧の皆様、ぜひミスター M さんにチャレンジする意味で、ミスター M さんがやってるようなのと同じとは言わなくてもね、似たようなことをやって、ミスター M さんより俺は痩せましたよみたいなね、そんなメッセージが入ってくると嬉しいかなと思います。それではまたお願いします。ありがとうございました。